ニッタ・ナルディはアメリカ合衆国の女優。サイレント映画期に最も成功したバンプ女優の一人。本名はアニタ・ドンナ・ドゥーリー。アイルランドとイタリアの血を引く両親のもとにニューヨーク市にて生まれる。ジーグフェルド・フォリーズでプロとして活動を始めた。その時に芸名をアイリッシュの聖ドゥーリーからより異国的な響きを持つナルディに変えた。1919 19年。 ジョン・バリモアが彼女のエキゾティックな容姿に目をつけ、ニタはすぐにパラマウント社と契約した。バリモアに推薦され、1920年の狂える悪魔でデビュー。男を狂わせ堕落させるバンプのキャラクターを演じることで人気が出、同じくバンプ女優であったセダバラと競い合った。最も記念すべき作品は、1922年にルドルフ・バレンティノと共演した血と砂である。 この作品が大ヒットし、バレンティーノとは以後3作品で共演した。トーキーの時代になると世界大恐慌もあり、バンプ女優として飽きられてしまい、1929年にシールバックレイと結婚して、ほぼ引退状態になった。以後、マイナーな作品や舞台にポツポツと出演し続けた1961年に心臓発作で死去。ありがとうございます。